の劇です。謎解き添削企画第3弾、はい、DM でいくつか来た謎解きを添削するというもの、まあ3つ目です。今回はすごく創意工夫がされていて素敵だったんだけれども、これまでに比べて重いです言いたいことは分かるんだけどね。ちなみに私は3分ぐらいかかったかな。あのね、自分で言うのもなんだけど、私が1問の謎で3分考えるのね、相当よこれだけが私の誇りだからさ。ではでは、よーい、ドン。考えたい人は一時停止してみてください。解けたら、ちなみに謎解きクロードです。一個一個このイラストたちから解体していくと解けるかも。はい、ということで解説していこうと思います。でまずね、一番上の段からいこう。今回一番上の段から見ていくにあたって、なんだこれ、ベルトコンベアかながありまして、こちら4つの部分に分かれているものでございます。で、上からなんかお金が投下されていて、で、この上が出て、まあ、ラーメンになると。じゃあ、この元の材料になるこれ何だと。まあまあ、栓抜きですね。どう見ても栓抜きだと思います。で、栓抜きがどうやったらラーメンになるんやということなんだけど、ここで気がつくべきはね、ここが4つに分かれてたよねってことでした。もしかして、栓抜き4文字じゃないと。ひらめいてもらうと、せ、ん、ぬ、きという風に入ります。つまり、ぬの部分に、お金が投下されてるのね。ぬにこれが投下されてる。これもしかして、ラーメン、ぬ、お金、ドルなんじゃないかと。ヌードル、ドル。っていう風に考えると、おのずと、なんでここが赤いのか分かったとなるはずですね。栓抜きのぬにドルが入ってて、かつ、伸ばし棒、これマイナスじゃないです。伸ばし棒があるので、ヌードルになったと。なんで多分ね、イングリッシュを表したかったんだろうね。次は、多分、日本オバがいます。はい。いや、多分日本語なんだろう。なんとなく分かっていくわけです。ただ今回は、プラスが赤い。そこをちょっと念頭に置きつつ考えていこう。じゃあこれも同じように、おうかん。4文字で言うことができるから、おうかん。おなんか入って、これになる。あ、万じゃない？おうかんのおと、万があるぞ。あ、10は、10だぞ。お、万。10ということで、おまんじゅうになる。ということで、日本オバということなんだね。じゃあ、ここ考えていこうと。これはもう、なんかもう、希望を見出せない少年。一回考えないでいきましょう。はい。こちら、まずは4分割だったので、これなんていうか、これ杖ね、めちゃくちゃ難しい。なんて言おう。4文字で。私もめっちゃ迷いました。ステッキです。ステッキという風に入ると、スの部分に、花瓶が入ってる、今回。しかも、なんと、プラスもマイナスも入ってます。プラスは今回、高速で10と言って、マイナスは伸ばしという風に入る。仮眠、数、伸ばし、10を、ぐちゃぐちゃっとミックスしてもらうと、ミキサーにかけるとそう、みかんジュースというね、アナグラムしてもらうとみかんジュースになりましたので、答えは、みかんジュースです。むずいよ。むずすぎる。確かに、すごく可愛くて、ラーメンじゃなくて、ヌードルなんだとか、いろいろ考えさせられる部分多かったし、いろいろひらめきはあったんだけど、渋滞してるよね、今回ね。なんで、ちょっとそこも今からね、整えていこうかなと思います。はい、ちなみに、今回いただいたのはね、謎ネーム、Q2 さん。17歳。ケンピレイさん、こんにちは。僕、最近、謎解きにハマっちゃって、自分でも作れそうなんで、作ってみちゃいました。初めてなのに、超自信作です。解けるなら、解いてみてくださいよ。姉さん Q2 くん。いいよ、姉さんがね、添削してあげるよ。いきます。さっきも言ったように、すごい創意工夫が見られて、いろんなひらめきが必要な謎解きだったんだけど、料理でもよく言うんだけど、引き算って大事なのね。まずね、人いらないです。ちょっと考えちゃう。人間も入れるのかなって。残酷じゃん。ちょっと、いらないです。あとはね、これ多分揃えたんだろうけど、あまりにもね、コンベヤーのデザインがね、自然だから、これが4等分で、この文字が1文字ずつ入るっていうのが気づきにくくなってる。なぜなら全部4だから。これが1つでも、例えば、王冠じゃなくて、氷とかね、氷っていう3つの節とかだったら、また分かりやすくなったかなと。まあ、簡単にするならね。多分ここ揃えたと思うんだよな。あえて。一旦じゃそこはいじらないで。気になったのは、ここやんな。ここが、1、
プラスマイナス両方読み方を変えるっていう、そういう工夫めちゃくちゃ面白いんだけど、揃えたいね。こっち10って読むなら1って読みたいわ、私だったら。じゃないと人によっては同じ性質のものなのになんで違う読み方するねんってなる人がいるかもしれない。謎解きって消費されるものなの、一瞬で。でもその一瞬で喉越しがいいか否かで全然変わってくるのさ、スッと飲み込めるから。だからこれはプラスマイナス11にする、もしくはあれね、私だったらねプラスなしにするかなって思います、要素が多いから。あとはドルな、ドルってね最近の表記は1本なんだよね、が主流になりつつあります。2本の表現もあるんだけど、ネットとかの普及でちょっとんって思う人いるかもしれないから、もしもあなたがイラストレーターとか持ってるのであればちょっと1本にしてあげた方がんってなる人少ないかも。ドルなのかって最近だと思われちゃう日本線は。最後に言いたいのは、上でせっかくやってきたのにちょっと性質が全部バラバラなことです。どういうことかっていうと、これはヌードルで、線抜きのヌから読んだ、ヌ伸ばしドル、ヌードル順番で読んだ。おまんじゅうはどうかっていうと、王冠の王から読んだのもいいし、なんだけど先にまん読むんだわ。さっきはぬうどるだったのに、今度はおまんじゅうなんだわ。順番変わってるよね。なら最後はもう仮眠が仮眠の姿をしてないよね。全部でちゃんとアナグラムになってればまだ良かったんだけど、なんとなくこっち規則性があるんだよね。ドルはドルで崩してないし、これもまんはまんで崩してないのに、ここで来て初めてこの紙を崩すってことしてるから、全部アナグラムにしたいのであれば、こっちもあえてアナグラムにするべきです。ぐちゃぐちゃにするべきってことね。じゃないと、このコンベヤーの中で起こってることが違うんじゃないかって印象を受ける。多分、キュツクの中では、全部アナグラムだよって思ったかもしれないけど、解き手として、ここまで、なんか法則っぽかったけど、あ、ここ、紙変えるんだ。って、飲み込みづらいポイントになっちゃってるから、やるなら全部ぐちゃぐちゃに。こっから上級編いきます。謎をもしも綺麗に見せたいなら、テーマ性を持たせることです。1問目の時もね、実は言ったんだけど、あの、LINE の中でね。例えば、私だったら、ここを一貫性を持たせる。なんか全部、謎のために用意されたものじゃん。それぞれ。あの、都合よくね。でも、これなら、3文字目、ぬならいいわけでしょ、なんだろ。で、これも、1文字目が、おならいいわけでしょ。まあ、なんなら、1文字目じゃなくてもいいわけだよね。こう、デザイン変えればさ。だったら一つのもので統一できた方がかっこよくない？これは謎解きの実装と言います。作り手の方にちょっと負担はかかるんだけど、見た時に綺麗だから。私だったら一個のもので全部統一する。で、できれば私は食べ物統一するな。今なんか無機質物入れてさ、食い物ってんじゃん。だからもっとこう食べ物のベルトコンベヤーっぽい感じに、食品の加工っぽくして謎解きにできたら、さらにこのデザインが生きてくるんじゃないかなと思います。あ、すごいたくさん言っちゃったので、改良案考えたから、ちょっとこの後貼るね、見てみて。ちなみに代替案はシラスにするね。私だったら最初は全部シラスにして、最初はシの部分にニワトリ入れる。そうするとシーチキンになるんだ。マイナスもあって、そうすると食べ物に食べ物入れて全然違う食べ物になったっていう面白みがある。で、次はシラスのラの部分に麺入れる。そうするとラーメンになるんだね。うん、麺入れて、あれ？ちゃんとラーメンに、いやでもなんでシラスなんだ。で、最後答えすごい迷ったんだけど、まあシラスのシとラやったからスも回収したいな。なんでスの部分にタワー入れて、答えスーパー。だスーパーだとスーパーすごいとかの方なのか、何なのか分かんないから、答えになる場所はどこでしょうっていう問題文をパッとつけてあげるだけで、全部関連して、あ、全部食べ物で、あ、最後スーパーマーケットなんだっていうことも伝わるから、全部食べ物取れて綺麗な謎になります。で、今回私めちゃくちゃ言ったんだけど、全然落ち込まないでほしい。ただ、今回のワンポイントアドバイスは、最初も言ったように、引き算を覚えることです。うん。あくまでね、私たちは提供者だから、いかにグッと気持ちよく飲み込んでもらえるものをおしゃれに出すか、ここなんだよね。で、今はおしゃれとか考えなくていい。まあ私がちょっとおしゃれ考えちゃったから全部食べ物統一とかねしちゃったんだけど、よりかはもう飲み込みやすい、
もうワンギミック、まあ入れたいのはツーギミックまでかな。でいいんだ。それだけでいいから、一旦面白いギミックを入れる。飲み込みやすい謎を作る。そこから始めてみてください。難しい謎が作れる人が偉いのか。あ、それ違うわけよ。いい塩梅の謎を作れる人。これが今求められてるものだし、それこそがエンターテインメントとして消化されたものなんだよね。あとは、謎解きをね、こうやって作る腕を磨く場所ってなかなかないと思うからさ。何でも相談してよ。本当に。こと謎解きに関しては大好きだから。ぜひ、DM 待ってます。